おはようございます、えー、今日の話は「小さな人生論の3」えー、藤尾秀明さんのお本の中から「怠け心に打ち勝つという話です甘えうぬぼれおごりマンネリやっかみ経営者はこの5つの心の病気に必ずかかるとユニチャアームの創業者高原慶一郎氏が言っている都市空間で起業し2,000億円企業にする過程で何回かいずれかの病気にかかり その度に会社がおかしくなったと素直に吐露されている経営者だけではあるまい人は誰しもその人生の途上でこの5つの病に侵されるのではないだろうかこの心の病に勝つことそれこそが自らに勝つということである人に勝つものは力あり自らに勝つものは強し労使他人と争ってこれを打ち負かすものは力があると言えるが本当の強者ではない 私欲、私情を克服できるものすなわち、私心に打ち勝つことができるものこそ真の強者であるということである。応用明もまた同じようなことを言っている「山中の賊を破るは安く、真中の賊を破るはかたし」「国旗は古来、えー、政権が等しく目指した道である」「思えば天は人間にだけ国旗という心を発達させた」 その心があることによって人間の進歩向上はあるそのことを我々は肝に銘じたいものであるどんな小さなことでも自分との約束を守れる人は自分に打ち勝つことのできる人すなわち国旗心のある人だその積み重ねがよく習慣となる心が変われば行動が変わる行動が変われば習慣が変わる習慣が変われば人格が変わる人格が変われば運命が変わるまさにこのウィリアム・ジェームスの言葉の通りだ 人は誰もが楽をしたい怠けたい休みたいという気持ちを持っている継続が難しい理由はここにある自分自身の進歩向上のため怠け心に打ち勝てる人でありたいじゃあ今日はこれで終わります。